どうもアガポニです。今回は雷の神殿の生き方についてです。それでは早速いきましょう。スタートはゲルドの町に着いたところからいきます。ゲルドの町の生き方自体は加工動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。まずはこの玉座まで移動しまして、この裏にあるアザラシ像をウルトラハンドで移動させておきます。そうすると穴が開いているので、ここから中に入るとイベントシーンが流れます。会話が終わったらルージュに会いに行く必要があるんですが、その前に一つ開放しておいた方がいい隠れショップがあるので、これを紹介しておきます。まずはこの地下街の中央の穴から下に移動していきます。で、水が流れている方に移動ですね。ここまで来ると右側にかがり火がついている曲がれる場所があるので、この通路に入っていくと、でこの壁を破壊して進んでいきます。でこの柱がある場所まで来たら、ここでトーレルーフを使って上に移動ですね。そうするとシークレットクラブというショップの中に入ることができまして、ここで買い物をすることができるようになります。一回入ってしまえばね、この後は地上からも入れる場所になってます。でここに初めて来た場合、暑さ対策の防具はおそらく頭防具しか持っていないと思うので、ネッサの片当てとかネッサのズボン、どちらかを購入しておいて、防具だけで暑さレベル2の対処ができるようにしておくといいかと思います。値段としては足防具のズボンの方が安いですね。この後はルージュに会いに行くために北の方に移動していきます。ここまで来るとイベントシーンが流れますと、会話が終わったらルージュのスキルのチュートリアルになるんですが、やることは足元に広がる雷の範囲に木刀が入ったら弓を撃っていくだけになります。この雷の攻撃範囲自体は大きいので、複数の敵がいる場合はその中央付近に撃つことでまとめて攻撃できるといった特性がありますね。このチュートリアルが終わったら、カラカラハザールに魔物が出現したという話になるので、近くのマヤタタの祠にワープします。ワープするとギブドという敵が複数いるので、これをルージュのスキルを使って倒していくことになります。このギブドは通常の武器ではあまりダメージが通らないので、ルージュのスキルを使っていくのが楽な相手になってますね。その上でこの巨大なキノコのような物体がギブドの巣になっているので、これを破壊していきます。破壊方法はこのピンク色に光っている部分にルージュのスキルを当てるだけになりますね。倒し終わったら今度はゲルドの町が襲われるという状態になるので、ソリョタニゴの祠にワープしてゲルドの町に戻ります。でここにいるルージュと会話をすると、防衛戦の準備をすることになります。ルージュに向かって左側に行くと、もろもろアイテムがあるので必要な分だけ回収しておくといいかと思います。で反対側まで移動すると、ここには兵士が複数いまして、この NPC に話しかけると味方の配置変更ができたりします。ただ配置に関しては変更してもそんなに難易度は変わらないです。一応3箇所回らないとならないので、最後に回る場所にバリケードを張っておくようにすると比較的いい感じになると思いますが、まあ、好きな感じの調整でいいかと思います。この動画ではバリケードは西門にしてますね。その上でもう一度ルージュに話しかけると、防衛戦を開始することができます。やることは北側と東西2箇所にある巣の破壊になりますね。雑魚的な相手はなるべく後回しにして、巣の破壊に集中する立
ち回りが無難になってます。この動画では最初に東門に移動してます。でこのルージュのスキルを使って巣を破壊ですね。この後は北門に移動してます。ここでもルージュのスキルを使って巣を破壊していくと、最後は西門ですね。ここもルージュのスキルを使って巣を破壊していきます。あとは残りの敵を倒すだけになりますね。防衛戦に勝利した後はルージュに地下街の奥まで来るように言われるので、この大座の裏から地下街に移動しますと、でここにいるルージュと会話ですね。この後ですが、まずはトーレルーフで上に戻りまして、一旦高台に上がりまして、この大座の裏から南西方面に見える柱に向かって移動していきます。下の方はね、視界が悪いんですが、まっすぐ進んでいく感じですね。ここですね。でこの柱の地面が破壊できるので、爆弾のようなもので破壊していくと、そうすると柱から光が差すので、この光が差している方向に向かってさらに移動していきます。でここが2本目の柱の場所なんですが、ここに関しては奥に見える小さい柱まで移動します。で頂上右側の突き出た部分を利用して、ここからトーレルーフですね。上に上がるとハンドルがあるので、これを反時計回りに回していくと、そうすると2本目の柱に光が当たりまして、さらに別方向に向けて光が差す状態となります。
高さがあった方が移動しやすいので、まずは柱の上まで登ります。でここまで進めると奥にある3本目の柱にもこの時点で光が当たりまして、さらに奥で反射もしているので、パッと見どっちから来たのか、3本目の柱の方角はどっちなのかというのが分かりにくい状態になるんですが、この左側がねゲルドの街なので、右側の奥に3本目の柱があります。なのでこっちに移動ですね。でこの場所まで来たら左側に上昇気流があるので、これを利用して柱の上まで移動します。でまた壊せる地面が見えるので、これを爆弾か何かで破壊すると、そうすると浮遊石と棒が出てくるので、まずは浮遊石に棒を1本くっつけておきます。そしたら浮遊石を起動させて、一旦ね上にグッと上げておきます。その上でこの場所でトーレルーフを使って上に移動します。そしたらまた浮遊石を掴んで上の方にセットし直しまして、さらにこの浮遊石にトーレルーフを使って移動します。こうすると柱の頂上に上がれるので、そしたらもう一度浮遊石を掴んで引き上げておきまして、棒を解除しつつ、今度はこっちの装置にくっつけると、その上でまた反時計回りに回していけば光の反射が調整できて三角形が出来上がる演出が入ります。この後はパラセールで光の三角形の中心まで移動ですね。でここにある装置にルージュの雷を当てると、イカズチの神殿が出現するといった感じになってます。その上でこの正面のピンク色の部分にルージュの雷を当てると、クイーンギブドというボスが出てきます。このボス戦は倒す必要はなくて、ルージュの雷を2回当てるだけになります。1回当てるとね白色になって弱体化するので、
この状態でもう一度当てると撤退して完了となりますね。今回はここまでとなりますが、イカズチの神殿の内部もややこしいので次回の動画で解説していこうと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。